読んでいきたいなと思うんですけども、下からね、シミだらけの抱き枕、ランケフさん。布団茶がよくおすすめしてるショーシャンクの空に昨日初めて出てみました。ちょっと時代を感じる映画でしたが面白かったで、布団ちゃんと同じ刑務所に行ってもあんな感じで仲良くさせてください。にやける感じします。あんな風に仲良くしてくれる人がいたらね、刑務所でもなんか楽しそうだなって思うよね。うん、ありがとうございます。刑務所に行かないようにしましょう。清掃スマグさん、下痢が続くので病院に行きます。皆さんも気をつけて、200円かけて、いや、この人は下痢なのにもかかわらず皆さんに、こう慈愛の、はい、は言葉をしていただきました。感謝します。松さん、200円、俺の友達の古谷が地元のピンサロで本番3000円でやってたらしい。布団ちゃんも本番3000円でやりたかったら今度教えるよ。小田急線沿いにあるから気合せと。何古谷って女だったの？あのさ、俺てっきり男かと思ってた。お前の俺あれ、古谷ってあれでしょ、なんか結婚するからなんかおめでとうって言ってくれみたいなやつだったっけ。怖っ。これ古谷、あ、ランキング、あ、新着順でもよかった。そんな新着順ないの、確かに。古谷怖っ。コブロンさん、マサオ配信お疲れ様です。ペクス配信で繁盛マサオに対して生意気な口を聞いてたのを見て殺したいほど憎いと思ってしまいました。これから繁盛アンチとして活動していただきたいと思います。あの、まあ配信のなんか、あの、まあ、これも冗談だと思いますけども、あのよくね、配信者同士でじゃれ合ってるのかかわらず、これがもし本当だったらお前みたいな、なんか、なんつうの、それで本当にこうイラッとしてる視聴者が、あの、僕たちは滑稽だと思ってます、本当に。はい。読み上げる感謝します。ありがとうございます。みかんの山さん、ファンザのエンジェリックリンクっていう抜きありのプリコネみたいな著者芸に気づいたら10万以上課金しちゃったよ。愚かだね。町田さんはファンザ芸やったこと、いや、ないっす、僕。はい。ないっす。にやける感謝します。ファンザゲはやっとないですよ。あるんですね。シミだらけの抱き枕さん。あと先ほど読みましたね。ヒデブーさん。布団ちゃん楽しみになってました。今日も今日とて、マセオの反乱繁盛の、人生見せてくれ。反乱繁盛？にやける感謝します。ちょっとよくわかんないです。ヒデブーさん。波乱万丈？繁盛？ちょっとよくわかんない。にやける感謝します。清掃スマークさん。読みましたね。マツさん。読みましたね。ヘイスさん。ちなみに最強のブーは、ご飯九州ブーだぞ。240回の。いや、ちょっと、あの、ジャンル違うんで、ちょっと、なんで急にそれ言われたか分かんないです。シャッターさん、マチャオのデリバン配信が最近の機会です。今日はビール6缶からのアブさんを決めてます。ところでよ、マチャオデリバンやり込み要素までやる？クリア後にできる特殊配合などもあるからやってほしいわ。200L 感謝します。ちょっとね、やってみたいなって、こっからは多分本当に分かんないんで、あの、これまで一応、GB 通りじゃないけど、全部ちょっと少し、あの、似てるとことそうじゃないとこがあったりしたんだけど、これから多分また別なんじゃないかなと思います。陰陽戦士脇ガンダムさん、布団ちゃんコミプロ入会していただきましたが、日本はポルノが豊かで最高ですよね。参考まで布団ちゃんが今一押しのエロ漫画家さん教えてください。あー、教えていいっすか。あ、ごめんなさい、今ね、携帯電池切れちゃってて、僕の DMM ブックアプリが、くそ、みんなに見せたい。ちょっと今度伝えます。はい。あ、もちろんダニマルさん、ダニマル先生も僕買ってますし、あと最近ちょっとお気に入りの先生がいて、ちょっと名前が調べないと出てこないんで今度教えます。ヘイスさん、俺のおすすめは宮本和佐先生、240感じます。そうですか。はい。アンニュラストナイトさん、フトンちゃん髪をセットしたら人生初めての白髪一本見つかった、なんだか嬉しかったので、ハッピーの8だ。800L感じます。ありがとうございます。ロイド・アンドンさん、一人暮らし始めて、今日文鳥の日なかったら何時間も硬直してて不安だったんだけど、布団ちゃんの配信をスピーカーで流したらいっぱい動き始めて安心したよ。よかったね、よかったね。うちが静かすぎたっぽい。ありがとう、布団ちゃん。にあげる感謝します。菊の門どころ、晴れて桜丸、いやはや満開満開、花は咲きそして散る、しかし花はまた咲かねばならぬ、男塾2号、2号生筆頭、赤石先輩の言葉をあなたに送ります。そうだね、読み上げる感じあります。その続きだ、その俺たちの人生もその繰り返しかもしれないね。皆さんも花が、まあ、散る瞬間だった、花が咲く瞬間ってあると思うんですけど、いずれ散りまた咲かせる、その繰り返しですよね。はい、みんなと一緒でよかったと思います。平さん、本当にあなたは考えてモンさん名前つ、あ、もちろんつけています。読み上げる感じあります。本当に名前を考えてってつけてるのはナイトリッチの名前をフルネームで、答えよ。どういうこと？どういうこと？ブラインってことでしょ？
なんでブラインのこと。あ、二つ名、二つ名は、待って、明国教ブライン、え、明国省ですね。明国省ブラインです。明国省ブライン。合ってますよね。合ってますよ。明国省でしょ。明国省だ。ごめん。あれ魔国省。だって誰も覚えてねえじゃねえかよ。誰も覚えてねえじゃねえかよ。違うで、覚えてる覚えてねえじゃねえんだよ。そん時の思ったね、こう雰囲気が大事なんです。すごくそういうのも、そういうのが分かんねえな、お前は。完璧主義者め。高菜こんにゃくさん、ポイント消えちゃうみたいだからあげる。最近見れないけど頑張ってね、待ち合おう。200ユーロ感謝します。高田健志郎さん、松本くん、駐車場で酒飲んでたら夏印取られたよ。文字、あ、母印取られたよ。家の前のドンキの駐車場で酒を買い、夜風に当たって飲んでたらパトカーに囲まれちゃったよ。原宿のドンキは毎晩のようにお前さんが来るから気をつけてね。え、どういうこと？それってダメなの？それって。でも、え、お前車運転したの？どういうこと？まあ、確かにそうだな。うん。え、どうしようとしたの？その後。代行で帰ろうとしたの？ちょっとわかんないです。ロロトマシさん、最近おすすめのロマンの紹介が入ったですね。私のおすすめは、ヤクモ先生のクローゼットという作品です。BSS が大丈夫な人にはおすすめ。何 BSS って。掲示板ってこと？私はこの作品に睾丸と性癖を破壊されました。200より感謝します。リンゴ、パイパイさん、突然ですが、布団ちゃい相談です。タイミングを失ってしまい、勇気が出ず、僕は生まれて21年、未だに精通できてません。そこで布団ちゃんに初めての釣りの手を決めてほしいんです。僕に勇気を分けてください。あー。マジで？俺も特殊、兵石、特殊性癖で来たからな。俺の精通は守ってしごけってんだったからな。桜の峰先生の、そうだな、どうしようかな。それをおすすめするのもおかしいからな。皆さんはさ、やっぱビデオで行ったんすか、それとも漫画でした？漫画の人なんか多いんじゃないかなって思うんだけどな、最初はね。そうだな、そうですね。ちょうど僕昨日クリーチャーハーレムなんちゃらみたいなのがちょっと読んでたんですけど、あれいいっすよ、はい、僕あれ好きっすよ、あれ、はいはい、僕あれ好きっすよ、僕、はい、一応なんか直越の方と主人公の方両方持ってますんで、僕全巻持ってます、はい。はい、次行きましょう。エレンの竜神落下家さん、レスタムア配合、おめでとう。僕は今ドラクエ6を初見プレイ中で、まだ見たことないモンスターですが、魔王ということで強そうですね。ザラキは怖いですが頑張ってくださいね、ごめんね、申し訳ない。武藤ラテさん、ショーシャンクの空に俺も見たよ。自分だったら耐えられるかなって考えてしまいそうだけど、この長い人生も刑務所みたいなもんだよね。明日からも希望を持って生きていこうと思う。そうだな、人それぞれ嫌なこともあったりとかして、ああってあるかもしれないけど、刑務所、まあその刑務所と同等とはもちろん思わないけど、多分自分なりの希望をこうやって持つことって大事だと思う。俺はこうやってやっぱ配信して、多分、そうだな、おめえらにありがとうって言いたいのは、やっぱ俺はおめえら配信して、なんかこう、メールが来てくれたりする、やっぱ元気もらってるってだから、やっぱりその人なりのいろいろ、やり方とかあると思うけど、この、時間を借りて言わせてもらうよ。ありがとう。うん、ヨッシーアルさん、テリワン、楽しんでるとこ悪いんだけど、いつかドラゴンクエストビルダーズ、ああ、やってみたいですね、ドラゴンクエストビルダーズ。はい、200円感謝します。サチガミツキモブさん、横山みどり、今恐怖心すごいらしい。最近すぐ笑うことで発狂をごまかす。昔のシューストやってるヤンキーファッションの挑戦工作みたいで、草。おめえ草とか使えんだな。200キロ感謝します。
安倍礼二さん、布団ちゃんエビリプリーストおめでとう、脳汁がすごい、思わず叫んじゃってありがとう。 2.5% 余裕で感じています。みかんの山さん、最近ファンザのゲームってすごいんだね、そんじょそこらの全連のゲームと変わらないイラストクオリティでエッチがあるんだぜ、こんなの普通のソシャゲできないよ、ふう、に余裕で感じています。あ、消えちゃった、まあいいか。プレコストムさん、バン解除してくれてありがとう、200で感謝します。ハーマイお兄さん、今日の布団ちゃん王様ランキングのベビーに似てるな、200で感謝します。ベビーって誰だっけ、あいつか、あのヘビと仲いいやつか。ピスタチオさん、布団ちゃん今日配信お疲れ様、今年30になるんですけども、30代でどんな服装すればいいんでしょう、今まで古着が好きだったんですけども、30超えて古着は痛いかなと思って、よろしければ。俺何もないと思うよ、俺マジで30超えて古着全然ありじゃん、関係ない関係ない。でも周りはね、痛いって言ってくるよ、30超えたりとか、あの、まあ、俺も40まだなんないけど、多分あと3年でなるんだけど、やっぱりね、若い人たちから老害とかどんどん、この年なのにとかってあるけど、マジで気の持ちよ、自分がどうしたいかで自分軸作って、周りからいろいろ、まあこう非難や批判されることも時にあるでしょ、その時にあのどうやってこう貫き通せるかっていう自分軸が僕は大事だなと思います。はい。マリンチンポネットさん、マスードと視聴者におすすめの漫画を教えるね、その名も家族対抗殺戮合戦、 DMM ブックスで明日まで一巻、そうなんだ、ぜひ200で感謝します、無料だったらいいですね。パウルさん、今日も配信を使います、今年理学療法士国家試験を受けるものです、年々合格率も落ちていて不安です、今日今年から薬学も追加さ、あーそうなんだ、薬学今年からやっと薬学追加されたんだ、これね、薬学マジでね、リハビリってさ、あの働くようになってから自分で学ばないといけないんだよ、学校の時にあの薬学って学ばないの、この薬はなんか便ゾベなんか自由神経とかなんかこういろいろなんかあるんだけど、ベータブロッカーとかさ、アルファブロッカーがアダコーダとかってさ、そういうのね絶対習った方がいいと思ったんで、よかったなと思います。あの国家試験前はどんな勉強していましたか。僕国家試験前はね、ロマサガ3やりながら勉強してましたよ、あのそれでも受かりました、はい大丈夫です。あのまあつって俺の時と合格率確かに違うんですよね、僕の時は8割ぐらいだったのが今7割とか、時には6割とかに下がってるらしいんですけども、まあでもね、周りと同じことやってればまだ受かるんじゃないかなって感じますけど、あっ、あすいません失礼しました、今ので今のが幸せの放棄です、皆さん、あのパールさんが受かることを、祝して放棄させていただきました、チャンピオン、チャンピオンになってください。ワハ本舗上々予定さん、布団ちゃん、今日は社会人になってから久々の高校の同期と会って、みんなでダーツ、飲んでダーツしたぞ。高校の時に接点なかった人のもあったけど、この年新しい人と仲良くなって楽しいな。明日も頑張ろうな。そうなんすよね。200で感じ、あのさ、よくさ、小学校の時とかってさ、まあ、うまく言えないな、なんだろう、なんつうかな、小学校の時ってさ、割とさ、どのジャンルの人とも仲良くなかった、そのさ、ヒエラルキーがあんまなかったのよ、小学校の時って。でさ、あのオタクの人にもそうだし、運動神経がいい人もそうだし、できない人もそうだし、割とみんな仲良くやってたんだけど、いつの間にかさ、高校とか大学行くとさ、ジャンルがどん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 こう分けられていくんだよね、あのバスケが、まあ、趣味が通ずる人たちとかね。でこのね、あの社会人になってちょっと経つと、今度また小学生の時に戻るんだよ、今度またサラダボールというか、まあこう違った価値観の人とか人種の人たちといっぱい関わることになって、今度そういう人たちとどん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 こうやって小学校の時みたいになんかこうまた新たな出会いみたいなのがどんどん増えていくから、その瞬間って面白いね。だまだ社会人になってない人も多分いると思うんで、そういうね、人付き合いのこう見方とかもあるからおもろいんで、ワクワクしとけ。うん、これなんで消されちゃったんだ、わかんない。マッティウクラス、働きたくない時どうします。働きたくない時があんまなかったから僕は分かんないですね。あのもっとプロがもしかしたらこちらにいるんで、どうしてるか、今コメント書いてもらっていいですか。働きたくない時、はい、どうなんだろう、まあ、働きたくない時がなかったは嘘か。ずる休みとかはね、僕は全然そういう時していいかなって思うんだけど、あのちょっと時間が経つとまた気分も変わって、さあ頑張ってみようみたいになるからな、うん、ずる休みなんか全然いいと思うけどね、うん、僕ありましたよ、あのバイトもずる休みしたりとか、ずる休みして、なんだろうな、パチンコ行ったりとか、俺全然ありましたけどね。ずる休みしたからこそ、さーてと朝から並ぶべみたいな感じの、うん、ありましたありました。でもね、まあ一つ
行きたくないっていうのも心のなんか病気なんじゃないかなって思って、ただそれがまだ、まあ世の中ちょっとまだ共通言語としてなんて言えばいいか分かんなくて休んで、で休んだ時に一番の薬はしたいことをする。俺はそうだと思ってます。おいし食いたいものを食べてしたいことをする。はい、初レス魔王って漫画面白いので読んでみてにやける。感謝します。タコ太郎さん、ペンを買ったのでファンアート書きました。これからも応援しています。うー、サンキュータコ太郎、サンキュー、センキューソーマーチ。エロじゃないといいなと思って今隠してますけどもすごっ、タコ太郎すごっこれすごくない？あ、すげえ。スルトがいて、これミレイユかな。あ、ミレイユってすごっ。え、しかもこれさ、今描いた、もしかして。だって今日仲間になったモンスターがここでここにいるんだぜ。すげえ。または未来人か。すごい。ありがとう。次回のサムネにしていいですか、タコ太郎。ありがとう。俺サムネちょっと最近好きじゃねえであんまりやってねえったんだけどさ。ありがとう。すごいわ。嬉しいわ。ありがとうね。いやよさん、いつも配信、イケメンありがとう。好きな人から1ヶ月に1回飲むぞって言われて返信すると既読無視だよ、この生存確認なんだと思う？好きな人から1ヶ月に1回飲むぞって言われて返信すると既読無視だよ、この生存確認なんだと思う？どういうこと？好きな人から1ヶ月に1回飲むぞって言われたで返信すると既読無視だよ。おもう多分もう5分以内に返信来ないとイライラしちゃう人なんじゃない？あなたが女の子か、男の子か分かんないけど対等じゃないんだよね。ねえ返信遅いよとかっていう人って既読無視って言ってる時点で対等じゃないんだよね、マジで。いろいろさあるわけじゃん。朝はね、まあその家事したりとかさ、まあ仕事して家帰ってまたこういろいろ自分の仕事したり家事したりとかさ、なんかこうね洗濯したりねお掃除したりとかってあるのにもかかわらず、なんかもう全部自分の都合じゃないとイライラする人っていうのは、俺はまあそれが人の全てじゃないけど俺はあんま好きじゃないなって感じ。暗黒放送の横山みどりさん、職場のトイレで小便を台で流したにやける感じます。はい、はい、寝取られ専用マゾチンポさん、ところであなたにとって野菜は美味しいから食べるもの、それとも健康のために食べるもの？僕は最近セブンのサラダパスタが好きです。ご褒美野菜です。まあ両方かな。だからどっちかとかじゃないよね。で量でも表せないしさ、どっちもじゃないっていう感じっすよね。脇川氏さん、配信お疲れ様です。布団ちゃんの影響で僕もテレビ購入しました。5時間ほどプレイしてから気づいたんですけど、この作品にバーサーカーが登場したいことがありました。明日ゲオで売ってきますにやける感謝します。バーサーカーみたいなやつはいたじゃん。あれ名前はバーサーカーじゃないけど、バーサーカーみたいな人じゃん。首狩り族がいたから、だから大丈夫だよ。だって別にバーサーカーっていう命名がバーサーカーフェチじゃないでしょ。バーサーカーっていう名前フェチじゃないじゃん。バーサーカーのあの体フェチでしょ。じゃあ大丈夫だって。首狩り族いたから。大回転毘沙門天 G さん、マセイオが好きなドラクエ女キャラなんですか？僕はベロニカ、サンディ、アリーナが好きです。そうだね。まあビアンカって言いてえとこだけど、ビアンカ、バーバラ、ゼシカ、今3つが俺上がってるこの中で候補で言うならば、いやバーバラもね可愛いのよ、なんか生意気でちょっと。でもゼシカはもうさ、もう完全にツンデレでいいのよね。じゃミレイはね、なんかそういうシーンが
あんまりなくて、もうこっちの妄想力によるっていうか、わかるかな。そう、ミレイユってね、うん、難しいんだよな、立場が。何深く考えてんだよ、バーバラ。マチャオさん、布団ちゃんの猛攻にザラキして誰だか分からなくしてあげたい、にやける感じします、やめてください。ということで、あ、ニコ生イコールプルネクさん、テリワン後のお絵描きも待ってるぞ、にやける。あ、なんかテリワンゲーム一つ一つ終わったらお絵描きのなんか流れいいね。サイモンの臭いマソコ2、マチャオ、私が見た未来って漫画知ってる？90年代の漫画なんだけど、東北の大震災の日を予言して的中した漫画。へえ。でその漫画が2025年に大地震が来るって書いてあった。町は予言とか信じる？信じねえ。にやける感謝。でもすごいね、ちょっと見てみようかな。ヘースさん、だから最強の部分は深き読んだな。鼻くそ納豆さん、魔王パーティーでガンガン行こうぜ、期待しちゃいます。これからも行って頑張っていきます。子供の時に向いときゃよかったさん、人生生きてるだけで丸儲け。そうだな、ほんとそうだよ。240感謝します。抹茶 M さん、脇こきはずっとしてると汗と我慢汁混ざってマジいいよね。200L 感謝します。いや、そんなことないんじゃないですか。パイズリー、脇こき、足こき、そのままやっても、あれ、意味ないだろ。どうなんだ、あれ。痛いだろ、あんなの。うん、あ、むき、あ、なんか、あの、ごめんね、言葉悪いけどさ、皮とさ、仮のつなぎ目部分、あれ、切れんど、あれ、そんなのやったら。多分絶対切れんど。あそこ切れたらどうなるんだ。常にずるむけになるど。うん。子供の時に向いときゃよかったさ、それやったらもしかしたら、そこハサミでバチーンって切ったら多分常にあの向けるんじゃないでしょうか。はい、それでは、皆さん、今日はこのぐらいでお開き。私、ちょっと明日ね、ごめん、明日ちょっと 50% ぐらいだわ、ちょっとわからん。月曜日で、ね、必ずちょっとできるんだけど、はい、ということで、またどこかでお会いしましょう。やる前にツイートします。それではさよなら、おやすみなさい。今日は星降る夜ではないですが、このドラクエモンスターズのテリのワンダーランドの中身は星が降っていたので、皆さんにも何かささやかな願いが叶うことを祈りながら眠りたいなと思います。願いといえば、ビーズの願いを叶えいつの日かという思い、あの言葉がありますけども、それもですね、加えて皆さんに届けたいなと思います。いつの日か願いが届くといいね。マセヨでした。